ようございます。サナナです。ダイエット企画1日目ということで、6月25日日曜日は朝サーフィンに来ました。1日目この波の中、サーフィン初心者の私にとってはかなり今までで一番大きい波で、出るのがすごい大変だったですけど、っていうか出ることしかできなかったですけど、とりあえず頑張って1時間半ほど体力消耗しました。これからも頑張っていきたいと思います。朝6時に起きて30分走ってきました。はい、今日のお昼ご飯、夜まで映すね夜まで映すの。今日は6月30日です。また今日も野菜から食べていきます。終了。はい、7月1日のお昼です。今日から7月です。今日から7月です。7月です。だから俺嘘すな俺関係ねえだもうほぼ食ってほしい今日は7月3日日曜日で、雨が降ってるので家で筋トレをしています。はい、これから体幹訓練をします。してます。してます。姉ちゃんが何してますか。ウエストをくびれさせる運動をしてます。片足を浮かせます。調べとんね7月13日、今日の夜ご飯です。数えて3、4、5 1、2、3、4、5。動かし、今日はプールに1時間入ってきました。あと腹筋もちょっとしました。何回だろう今。今テレビ見ながら、運動してます。今日の夜ご飯キャベツ今日は8月11日弟と一緒に走ってきます。よし行こう。はい、行きます。もう切っていい？いいよ。今日の晩ご飯、ヨーグルトとキャベツとかです。肉も食った。肉も。10月15、6キロぐらいランニングできました。期限まであと1週間になりました。なので今日から、ご飯類は食べません。よし、絶対食べません。糖質がないようにして、目標体重に達するようにやっていきます。ダイエット最終前夜、最終日の前夜です。今日はボランティアをしていたのであまり運動ができなかったんですけど、炭水化物昼は抜いて夜はちょっとカレーを食べちゃったんですけど、まあでもカロリーないと思うんで
明日また朝行ってプール行きます。